確かに警察とは似て非なるもの有事のあとに法に基づいて動くのが警察だ僕たちは有事の前に動くお前何カッコつけてんだよここは俺の出番だろうということでございまして半沢直樹とは似て非なるものダメ沢直樹と申します人生倍返した とということでごすさまじかったすさまじかっただってまだ全10話のうちの第4話ですからまだ折り返し地点にもできていないんですよ役者も全員揃ってないじゃないですか役者工事さんまだこうね全員揃って出てないにもかかわらずもう最終回かのようななんかとてつもないショッキングな展開が起きまして「ビバンの第4話なんですけれどもすさまじいですね今回もまたあのメタルギアソリッドの小島よしお監督がリアルタイムでビバルって言ってリアルタイムでビバンを見ること ビバルって言うらしいんですけどもビバってましてまたツイッターでやり取りしてるんですけどもそれも熱くてもうとにかくねツイッター、まあ、X じゃないですか X の反応が凄まじいんですよもうファンのみんなの,のボケの拾い方が素晴らしいあのいよいよついに松坂桃李さんが登場したんですけどもクロスっていうなんか悪いというかダークな役なんですよ悪人じゃないんだけど別班のあの酒井乃木主人公の乃木酒井正人さんの後輩の役で出てて後輩の別班なんですよね自衛隊影のかの,舞台の別 一般なんですけれどもあのねみんなの本当にボケの拾い,い方が丁寧あの i v a のテレビ CM の時に洗剤の CM し,してるんですけども洗剤で「あんだけ白にこだわってるのにお前黒かよ」っていうその黒い服着たクロスって役で、まあ、ダークの役柄だから急にダークな松坂桃李さん出てきてびっくりしたんですけどもあの面白いとかのも、ね、存在次元超えてますね。僕電車でやっぱり帰り帰の中見な,見ながらも最近は 電車の車両の端っこいの一、一番車両の端っこでもう角でもう誰にも顔見られないように僕見てるんですよ、こうやって。あの泣いたりできるように、もう泣こうと思って、そしたら、衝撃的でしたね。あれ、二回、僕2回も見たんですけども。 2回目であのね1回目ショッキングすぎてちょっともう受け入れられないんですよ今まで優しかった乃木さんがですねダークサイドに落ちるっていうかまあその牙をむき出すんですけどもそのねあの別班の牙をむき出すんですけどもむき出し方が凄まじすぎて右手で人の首絞めて「<laughs> この鬼畜野郎が!」って言って右手で口あの首絞めるんですよすまじいもうギャップが凄す,すぎてあれだから2回見てくださいあ僕悲しくなっちゃって。 大好きだったから乃木さんが。で乃木と野崎って阿部寛さんとのやり取りも和気あいあいとしていて本当にガンダムの「彗星の魔女」の序盤のとにかく和気あいあいとしたやり取りのようなのが崩れちゃったのがもうショックだったんですよ。だけどこれ結構2回見てください。2回目見たとき実は崩れてないんですよ乃木の優しさが。乃木のシーンは乃木優しいでしょで最後の正体を明かすシーンの時も初めに今確かにのとかあそこまだずっと乃木雄介なんですよ。あの優しい時の乃木。で 「ちょっと待ってくれ」って言って F って言って恐怖の人格本当に二重人格の、まあ、恐怖の方首絞める方の,あの別班の軒が出て,くる、ま、出てこさせないようにするじゃないですかちょっと待ってくれって言うのは何でかっていうと太田,田里穂さんねえ飯沼愛さんの太田里穂さんを殺そうとしてたわけじゃないですかその殺そうとしたことに対する許せないっていう心の中の優しさと正義感から俺に言わせてくれっていうことであの 成敗しよようとすするんですよだから出てこないでくれっていうのとかを見てると実はまだ優しい乃木いるんですよっていうなんか嬉しさみたいな安心みたいなのがあってね2回目見た時泣けるんですよ。2回目見た時俺泣いちゃって 「であのジョーカー」っていうあのドラマあったんですけどもあの時に酒井さんがあの役みたいなことをやってるんですよ。どん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 闇の,あの犯罪者を成敗していくあの罪を犯した人を成敗していく黒い手袋をつけて銃持って「お前に明日は来ない」って言ってもうめちゃくちゃ非情な男でもうバンバン殺していくんですけども。 あのキメデリフみたいなのがねお前お前に明日は来ないみたいなことを言ってバンと殺すんですけどもだから僕本当と1回目見た時に最後ねもうこのもう1回あのバルカ共和国に戻るって出てくるじゃないですかあれ見た時にあ良かったって一個だけ思ったのがナジウムが多分出るなって思ったらそれだけ良かったですのぎちゃん大丈夫これバルカだったら退職金なしの100%ビよー だから俺のミスじゃねえって言ってんだなのシーンでおなじみのナジュムさんが出てくると思うあの優しいあのかわいい日本語のナジュムさんがで地方の公務員の人が結局別班っていうのは出世しちゃダメなんですよね出世したら海外飛び回れなくなるからなんですけども。 だからあのうちの会社にいるあの50代で全然出世しない人は別版なんじゃないのみたいなギャグもちょっとね x ツイッターでつぶやかれておりましたけれどもあれが本当に最終回だったらいいんだけれどもこの序盤というかまだ折り返し地点来てない状況でこれから演技していかなきゃいけない酒井さんね酒井雅人さんの演技が難しすぎてこっから本当どうなるのっていう感じなんですけれどもまあ面白いツイートで言うとビバ v のだんだん正体が分かってきて登場人物の正体が分かってきて別版 医師別班公安役所 <laughs> その役所 <laughs> その市役所の役所だからそれは役所はそれ名前だから、ね、役所広司さんとりあえずあのボケの拾い方がすごいあのファンのボケ方とボケの拾い方がすごいですごいのがだから僕今度2回目見直してやっぱりハッとするのがすごいですよ2回目回目見てすごいから阿部寛さんがブルーウォーカーってその大谷翁の正体を突き止めた時にあのー 吐息だけで演技するんですよ。カメラがバーって寄ってきて。で、セリフ言わないんですよ。俺すげえなと思って。 あの坂井雅人さんも含めてちょとにかく超一流の上手い人って僕の,僕の中では坂井雅人さんと沢城みゆきさんとあの声優の池田修一さんなんですけれども吐息で演技する吐息で演技するってよく言うんですけど吐息だけで演技するのは僕ちょっと初めて見たんですけどもすさまじいですその辺ちょっと注目してほしいんですけどもで大谷翔の自宅行くでしょ押し寄せて警察が押し寄せてあここにいっぱい出るの出るのね出る者のパソコンがいっぱいあってハッキングしてたんだなっていうのが分かった時の母親が後ろで泣いてるんですよ。 自分のの娘が発火伝説なん,てのなんか悪いこと警察に目つけられるような悪いハッキングしてるって知った時の母親が後ろで泣いてる演技がチラッとだけ隙間に映るんですよ阿部寛さんのバッグでピンボケしたままちょっとピン,ピントが合ってないところで。 泣いてるのを考案の人が慰めてるっていう絵があるんですけどもその一瞬で母親の悲哀みたいなのを描いてるとかも含めて凄ままじいいい緊張感ととと絵作りだと思いますすすにかく美盤すごいで,すでドラムさんはね相変わらずそボケまくりというか後ろでいろんな動きしてるからむちゃくちゃ面白いんですけども癒やされドラムになってるんですけどもだから2回目見た時に本当にその FF っていう人格が出た時の。 悪い時のあの時の非常さだけど国のためを思ってやってるっていうので、まあ、人命優先にしてるって意味ではあのねあの完璧な行動の理念があるんですけども悪人に対してはそのテントっていうのは本当にテロ,テロをたくらむような組織ですからそれに関わる人間は消していくっていうのに対しては完全に非常だっていうのは今回で証明されたんですけどもだからだあの第1話で「v i v a n の「 ザイルが爆弾バーって体中に巻きつけて始末しようとするのも合ってるんですよね対処としてはそれぐらいビバンって危険なんですよねか細かいところの演技ほんとすごいですよ。綺麗だもんな手つけちゃったかって言った後に「ああ」ってそのね手つけたってことを言った後に一瞬顔の片側だけが。 笑みが消えるんですすけどもそういういいい細かかかとととこのとの心情の動きとかの演技凄まじいっすよ要するにその罪の,その、ね、太田さんはハッカーではありますけれどもあの、ね、悪事には加担しないハッカーじゃないですかそれをハッカーであることを、あのー、揺すって脅して会社に入れて悪いことさせようとしたわけじゃないですかその太田さんを貶めたってことで多分怒っているんだと思うんですけどもその辺の演技とかもねやっぱ乃木かっこいいんですよ。 だから本当だから2回目見ると乃木の優しさ乃木の,の前半の一緒に仕事をしていた仲間が捕まるところは見たくありません人以外の全くの他人が来てくれることを望みますとか言うじゃないですかあの辺のセリフとからやっぱ乃木のねあのー、気の優しいところそういうそのシーンとかが余計こう心に響くんですよだからちょっとこれ2回目見た時ね2回目見た時の方がやっぱ吸って入ってきます一、ね、1回目ショッキングすぎて やっぱ受け入れれらないんですよで山本迫田さんをあの突き落とすでしょ最後ラストシーンであの時のセリフも「命に従いお前を排除する」って言うじゃないですか。 こんなあの美しきもの美しきこの国を汚すものは何人たりとも許さないっていうのは多分決め台詞だと思うんですけれども「命に従いお前を排除する」っていうのは多分やる時に言うセリフだと思うんですけどもその命に従いの名がだからやっぱり命令というか使命みたいなのがあるんですよね。その別班っていうのは本当に国を思って教育されるあの洗脳教育されるんですけども別班ってある意味だからテロリストに共通する部分はあるんですよ。 だからテロリズム同士の戦いだその辺の悲哀っていうか悲しい存在同士なんですよだから乃木の F もちょっと悲しい存在なんですよねっていうのも含めながら今後まだ4話しか終わってないですからねまだ前半も終わってないですから <laughs> ここまででこんだけ盛り上がって展開凄まじいっていうのはちょっともう信じらんないドラマっていう感じですねそんな感じで 乃木雄介のモノマネしておりますダメザ沢直樹でございますいいねとチャンネル登録よろしくお願いしますこれが最後のチャンスだということでまたよろしくお願いいたします